さあ続いて AKR さんと高一さんですね。前に出てきてじゃんけんしてください。さあさあ座るシートが決まりました。AKR くん、全国あの前回の北海道代表でした、はい、おっと、はい、今日丁寧キャッツアイで前回のリベンジをしたいということで、お、はい、完全な全国狙いできたが、キャッツアイは、今日ここが初めてということで28人の参加と、はい、僕だったら、ま、ここで負けたらもう全国行けないんですけどね。あ、ええ、でもまだ他の店舗で、ね、まあ、他の店舗ありますから、はいはい、チャンスは何回もあるんで、はい、ここだけじゃないのでぜひ、もしかしたら今日はあれですよね、クワトロさん優勝しちゃうかもしれないですね。それはないです、それはないです。あ、ないないです。かなり今ダッシュさんが大爆笑しましたけど。分かってるんで。あ、分かってる、分かってるんで。すごいな、クワトロさん優勝って言った瞬間にもうブワーって、うん、そう、ネタですから。私が優勝するのがありえないんですから。さあ左の小一くんは、まあ、身内系なんですけど、あの小樽から、はい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 、キャッツアイない小樽からわざわざ、キャッツアイない、ない小樽からわざわざ来てね、今日大会参加ということで、急遽参加していただいたんですけど、はい、こちらからお願いしても参加してもらったような感じなんで、はい、あと右は AKR くん、いやもうかなり見せてくれると思うんですけど、湾岸の歴としてはかなり小一さん長いですよね。長いですね、ですよね。さあ面白い対戦になるかもしれませんけどね。ただエボテンなんでね、結構辛いところはあるんですけども、あ、はい、いや会長に AKR さん飛ばしてますが、おっとペナッタ。あ、そうですね、ペナッタとか分かんないんですよね。そうです、そうです。あ、まあ一応さっき聞いたんで、はい、やっと理解しましたけど、そうですね、はい。じゃあまあこのまま逃げ切るのか、光一さんが後ろからつっつくのか、はいはい、まあ面白い対戦だと思いますよ。まああれですよね、昨日の、まあ、タイムアタックですか、はい、若干見させてもらった時にも、なんていうんですか、先ほどのようにこう綺麗な走りっていう、のをしていたのが AKR さん、はい。まあ、とりあえずここを突破しないことには何も始まらないんで、あ、さあちょっと副都心がね、結構みんな初めての方とかね、はいはいはい、結構若者はあのタイムアタックを結構やってるのか、みんな走れてる若者多いんですけども、はいはいはい、普段そんな走んないコースですから、このコースは。ああ、わざわざそれを指定してきた公式、いやらしいんです。さあどうでしょうかね。すごいですね、ある種のある種の制限大会ですよね。そうですね、毎回ナムコの公式は新しいコースをあの一番初めに持ってくるんで、あ、前回も福岡だったんで、はいはいはい、はい。じゃあ残り7キロ。本当は結構分岐で分かれるんですよね、あのコース、直線長いとか、はいはいはい、コーナー多いとか、ね、ただみんな分かってる人と分かってない人まちまちなんで、あ、でもこれどっちもやっぱ走り込まないと分からないですね。分からないと思いますね、ましてやもう分岐が多いですから副都心は。残り5キロ、脂っこい時間が来た感じですかね、はい、はい、そろそろ赤コーナーが連続するところで、やっぱり2大対戦だとペナらないっていうのが条件になってくるんで、はいはいはい、非常に厳しい部分がありますよね、やっぱり。ですよね、さっくりこう綺麗に走られてしまうとどんどん差が開くっていう、さあまだ分かりませんよ、この鮮やかが多いと引っかかって前先頭ボーンっていうのもありますから、はい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 、まだみんな最後まで諦めずに、さあ、あ、こうおにぎりコースで、私こうおにぎりコースって言ってるんですよね。おにぎり、おにぎりみたいな曲がり方なんで、これ、はいはいはい、あ、なるほど、おにぎりになってますね、はいはい、こうおにぎりコース、あ、このカーブですよね、
そう、もうクワトロさん何でもこう自分なりにこう もうそんな感じですよもう、さあ残り1キロ、さあどうする、おっとペナルってるぞ、ああこれは厳しいか、今のは痛い、さあ、あ、逃げ切りましたね。さあこれで勝負が決まりました、はい、勝ったのは AKR さんですね。全然わかんないさあこれで1回戦目のラストですかね、りょうさんと SKD さん前に出てきてじゃんけんをして、左右のシートに分かれて座ってください。さあシートも決まりました、りょうさんと SKD さん、はい、はい、SKD さんですね、 SKG じゃないよな違う結構こう名前が似たり寄ったりなんですね、もうさっきの 5J さんとか、そうですね、いろいろ皆さんなんか名前の意味があるんでしょうね、やっぱり本名だったりね、なんかのニックネームだったりね、あれそうなるとクワトロさんって私ですか、はい、私はもうなんかのアニメに出てるやつなんで、機動戦士とかではないんですか、違う、まあそっち方面で僕一瞬ググっちゃいましたからね、ググっちゃいました、 Google 検索かけましたおやと思って恥ずかしいです、確か聞き覚えがあるぞと思って、はい、あ、1回戦目最後ですかこれ、はい、はい、これで1回戦は全部終了ですね、はい、じゃあ1回戦目最後の対戦になります、はい、りょうさんと、りょうさん、左がりょうさん、右が、あ、小島さんなんですか、もう小島さんって書いてるから、あ、そう、小島さん、はい、小島さん、これ本名、あ、小島くん小島くん、小島くんでいいじゃないですかもう、あ、何、いやいや名前はちょっとそれはちょっと P だからさそれはまずいなちょっと絶対 P 入るとこだって、 P 入らないしね P ね、あでも小島くん頑張ってますよ、赤コーナー系、はいはい、初っ端から赤コーナーで、あーそうっすね、はいはいはい、はい、あ結構走りが、これが34ですか、 34R ですか、34と FD ですね、ほらちょっとあれですね、まあブーストかかり始めたんで、さあここからここから、おっと、34りょうさん、あまだわからないですねでもね、まだ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 わかんない、まだまだわかりませんよ、まだまだまだ11キロあるんで全然、はいはい、余裕全然焦らず全然、鮮やかにとか壁にぶつからないように走れば全然いけますよ、はいはいはい、まだ、落ち着いて追えばまだ間に合う、はい、いや小島君は快調に飛ばしてますね、もうかなり気持ちいいと思いますよ、もう後ろのねお友達も応援してると思うんですけども、はい、あれいやそうでもないですね誰も見てないし、そうでもないね、いや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 、さあここコーナーを抜けて、そうですね、あ皆さん若者はやっぱりやるんですね、このコース結構走れてますもんねみんな、いや多分練習したんですかね、いやタイムアタックとか、まあ、対戦とかいろいろ分身だったりあると思うんですけど、はいはいはい、多分やられてると思うんですけどね、見かける分身シリーズで一番名前が多いのが、あの A マジさんなんですよそうなんですか、そうなんですか、はい、あなんか対戦してるなと思ったら分身対戦で大体名前 A マジさんなんですよね、みんな狙ってるなっていうさあ残り5キロ、残り5キロ、まだ分かんないですよ、でもここは離れてますけど全然まだありますから、差の方が250m、
おっと、それでも SKD さん、SKD さん、さあ小島さんが独走系に入りましたね。あのお友達はね、はい、勝った暁には皆さんで最後の対戦なんで拍手を。ああ、盛大なる。ただまだ分かりませんから、残り2キロ、残り2キロ何が起きるか、ね。さあ残り1キロ切りますよ。だんだん追いついてきてますからね、距離数が、はいはい、まだ分かる、何が起こる、鮮やかに引っかかるかもしれませんから、はい、先頭が、あ、全然分からないです、まだ諦めないで、まだ全然。さあ残りわずか。さあこれは見えてきたが届くのか、届かない。小島さん、おお友達拍手、あった、おすごいですね、お友達芸能やった、祝福してもらえたの、ね、羨ましいな、いい友達持ったなって多分優勝したら多分胴上げぐらいしてくれるんだろうなまあ胴上げして天井壊したらちょっと請求しますけどね、普通にさあ1回戦の方が終わって、2回戦に迎えるのが、ここで、ダーッと読みますか、ダッシュンさんと、プルートさんですかと、ダイソンさん、ジョッタさんXYZ さんとマスさんと、アイントさん、はい、ジェイさん、ちょっと振り仮名振ってほしいな、マイケイさんと、K さんとオフリミさんと HTN さんとクワトロさんと AKR さんと、KAR さんと SKD さんですね。それでは行きますか、ダッシュンさんとフルートさん、はい、ダッシュンさんとフルートさん、すでにもういた、これもあのなんか身内系ですね、多分お仲間系ですよ、多分。これクワトロさんあれなんですか、食いつきやすいんじゃないですか、かなり。あ、もうグイグイ、そうですね、ダッシュンはうちの動画にも出てるんでダッシュン、あのアカウントの紹介は、あ、いらない、あ、いい、いらない、エリアダッシュンです、お願いしますってやつ、あ、ちょいちょい聞きますあ、そうですか、まあ、そのダッシュンですすごい、この間のテスト配信の時にもすごかったですもんね、ダッシュン頑張ってとか。そう、ダッシュン系なんですよ、もうそこはすごいですよ、ダッシュン系で、もう何に囲われてるのかを聞きたいですもんね、結構。さあこれは面白いかもしれないですよ、はい。おっと、 Z 珍しいんですよ、 Z34 ダッシュン系、はいはいはい、北海道でもね、そんな使ってる人いないと思うんですよね、はい、はい、おーっと、プルートさん先頭。さあ、こっからどういう感じになるんでしょうか。もう多分、2人の中ではもう手の内は分かってるんで、 あんまり変なことはしないと思うんですよね、お互い、はいはいはい、まずはちょっと様子見ながら、かなり5キロあたりまで様子見ちゃうんですね、多分コーナー、もうコーナーの手前までは全然変なことしないと思うんですよね、もうそろそろ始まると思うんですけどね、かなりこうダッシュさんだけはちょいちょいと、はい、まだ大丈夫ですよ、まだ、あ、ここからが、そうですね、さあ、今いい感じでもらったね、様子見てましたね、今ね、はい、さあ、ここから赤コーナーです。あ、ぐるぐる系ですね、これ。あ、来ました、あ、ここがあれなんですよね、外膨らんでいくんですよね、はい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 、普通の人だとそれをトントンとブレーキ踏むんですか、これは。いや、これは 1.5 とか、半クラにするんだり、はいはいはい、まあ、ブレーキもちょんブレーしたりとか、いろいろ方法はあるんで、まあ、ダッシュンがここは無難に攻めて、ええ、さあ結構 Q 高いんで SSS5 ですか、はい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 、あのアザーカーがだんだん多くなってくるはずなんですよね、ああ、なるほど、もう
非常にこのゲームはもうそういうゲームに変わっちゃったんで、もうあ、前は違ったんですか、ね、前全然あざか固定だったんで、昔は あざかの位置さえ覚えてれば全然避けれるんで、はい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 、今もうランダムになっちゃったんで、ランダムになった上に、クラスが上だと出るのが増える、そうですね、あー、なるほど、さあちょっとここ一波乱ありましたね今。でもまだまだ分かりませんよこれ、5キロですね、ちょうど、あ、こう一応 C1 ですね、 C1 入り系の、まあ次分岐ですね、ここさあどっち行くんでしょう、これがね結構分かれ道っていうかね、勝敗をちょっと喫する部分があると思うんですよね、はいはい、まあここは多分 C1、 いつも走り慣れてる C1 ですよ、ここは。おお、全然ここは全然2人ともああラッキーみたいな感じだと思うんですけど、ここからちょっと分岐していくんでさあここなんですよ、さあおっとここでダッシュさん前に出る、さあここであとは守れれば、ダッシュンが守れるかね、後ろからプルートさんが来てるんで、さあここから分岐ですね、さあどうする、ここがおっとすごいですね、守りきった、結構今車種性能が出てますね、はいはいはい、さあ残り Z の方が重たいですかね、でかいんで、あ、さあ残り、さあ赤コーナーここでどうする、さあ無難に無難に、さあ来てる来てるぞ、さあしのぎましたね、ダッシュン、アザーカーと一緒にゴールしましたね、アザーカーと一緒にゴールアザーカーと仲いいんですよさあここで勝ったのが、ダッシュンさんですね、はい、はい、続いていくのが、ダイソンさんと、ジョーターさん、ジョーターさん、あれシードだったの、はい、あら彼は札幌の人なんですけど今札幌に住んでませんので、あらららら、この大会のために来たそうです、いや嬉しいですね本当かって室蘭系だっけ、上り別、あ、上り別から、あ、うち結構函館系多いんですか、あ、函館系わざわざこの大会のために、いやありがとうございます、来たかどうかは分かん、私あれだありがとうございますって言った後に来たかどうかは分からないけど、いや大会のためにもう噂の丁寧キャッツアイを見たいなということで、はいはい、もうすべてそれで受け止めます、勝手に、さあ、おっと、ついに出しちゃいますか、その車種を、ダイソンさん。アリストタクシーですよ、アリタク。おー、いいっすね。北海道、彼一番ですから、アリストタクシー。この車種。あ、すごいっすね。結構彼も古いプレイヤーの部類に入るんで。なんかここ最近あった全国大会の中で一番なんか脂っこいんじゃないかなっていう気がしないでもないですけどいやいや、そんな西町さんのことは言えませんよとかって本当に、いやいや、あんまり言ったらピーになっちゃうから変なこと言ったおー、めっちゃかっこいいじゃないですか、これ、はい、そうですね、有田区は彼しかいないですから北海道で、Q も SSSQ ですよ、獲得するのに何か、あの隠しカーだったはずです、あ、ええ、結構走り込んでるんで、さあ、さあ、まあ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 、まあ、まあ大丈夫です、大丈夫です、アリスト対3、4、まあ、彼の想定外、想定内です、ね、想定内、想定内、想定内です、はい、大丈夫です、むしろこれぐらいならばと、まずはまだ、まあ、小手調べということで、はい、まあ大きな違いはあれですかね、4速か6速か、はいはいはい、ああなるほど、結構4速車でも速いんですよね、最高速が伸びるんで、本当だ4速だ、こっち6速、はい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 、はい、すごいですよ、これ誰でも手に入るんですか、え、誰でも手に入るんですか、ああこれは隠しカードだったはずなんで、あ、走り込めばもらえるか、いや、あのコマンドがあるんで写真選んで、それでやれば出ますんで、
まあでも使ってる人はほとんど、まあアリストの普通のノーマルはあるんですけど、はいはいはい、タクシーは彼ぐらいしか私知らないですね使ってんのは本当にすごい。さあまあおっと、おっと、まあ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 、はいはいはい、まだ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 、おっと、そうこれで、はい、内回り、ええ。まあちょっと私このコース体系して分かんないんですが、まあ、感覚ですけど確かずっとまっすぐのようなコースだった気がするんですけど、こう直線の多いコースで車種的に有利なのはやっぱ R の方なんですかね。多分そうですね、まあ要はペナらなければ全然いいんで、はいはいはい、はい、そのアリストタクシーさんが、はい、壁に当たらなければかなり、そうですね有利ですよ。ただコーナー連続してるんで、でも結構無難にこなしたい。おっと横からすり抜け系のスルッといきました、はいはい、まだ分かりません。5キロですから。あーこの辺からですか、この辺からコーナー連続するんで、はい、はいはい来ました来ました、さあ大丈夫ですよ。残り4キロ。さあもうこの辺であれですよね、人の本性が見れるあたりですよね。あーそうですそうですこっから走り変わりますから若干、さあ残り3キロ。結構いい勝負だと思いますよ。なんか来てるんでブーストかかって、はいはいはい、おっと、そこでからの赤コーナー、あとはそうですね、もうちょっとで赤コーナーが連続するんで、あといかにうまく処理できるか。さあ接近してきた、直線、さあどうするどうする、残り2キロを切っている。さあここで、さあ残り1キロ。おっと、さあさあ最後黄色に入ります。おー、さあここで抜くことが可能なのか。さあこれはそのままゴール、これはちょっと厳しかったですね、さあ勝ったのが、ジョーターさんですね。いやちょっとアリストタクシー面白かったですね、ぜひぜひ、さあ続いて、XYZさんとマサさん、お、ここも、シードからですね。ということは初登場の方が、はい、前に出てきて、初登場の方、ね、はい、はい、あ、井上くんですよ井上くん来ましたよ。押していきますよ、ね、ぐいぐいとね、私のところに昨日来まして、はい、カードなくしたんでどうしましょうと言われました。私もどうしましょうですよ本当ね、え、歩くバンナムと言われてる。それは私のカード欲しいのかとそういう話かなと一瞬思ったんですけどカードよこせと、びっくりしましたよもう車いっぱい持ってるんだろうっていうことですよね。いやいやいやねあ、若干スタート位置が変わるんですかね。そうですね、やっぱり分岐ランプが多いんで、はい、分からないですね、覚えられませんね私は本当に。若い子は多分覚えてると思いますよ、あどこの分岐に行ったらどこ行くとか。はいはいはい、はい、あ今日初登場さんさんですよ。おまた参加賞大会終わってから渡すことになってるんですよね。はい、わかりました。さあ今日初登場 R33 でございます。
はい、うですよね、マサさんが、マサさんがテンパって言うんですかこれ、はい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 、あ、テンパですね。違う、そっちじゃなくて、あ、はい、そっちじゃなくてね、はいはい、いやいや、あ、でも、いや、井上くん頑張ってますね。いや、頑張ってますよ、はい、多分、昨日一生懸命作ったんじゃないですかですよね、でも、カードのアックスするのは結構致命的ですよね。あ、そうだと思いますよ、多分、ね、すぐ引き継ぎとかで買わせないんですかね、あれは。か、どう、いや、どうなんですかね、引き継ぐものがあれば、あ、なんか別のカードにその前のカードのデータを移すみたいな、移すことできるんです、多分それもなかったんじゃないですかね、あ、わかんないですけど、その作りたてのカードで挑んだこの大会、そうですね、絶対に勝つと、はい、あ、もう現に1位ですね、井上くん、あ、おお、残り 8.5、 まだまだこれから、さあ、かなりもう直線多いんですね、これね、多いですよね、直線多いとなんかおわーっていうのがねちょっと少なくてね、そうなんですね、やっぱコース適正っていうのがあるんで、あー、こっから赤コーナーですね、はいはい、あっと、ちょっと当たると後ろが速くなる、前も後ろもペナってる時は、はい、お互いにブーストかかるんです、あら、だから離れないんです、地味に、はい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 、さあ、井上くん頑張ってます、はい、かなり、ただ開いてるけど、まだまだ150ぐらいですか、ここでぐいぐい縮まっていく、はい、残り3キロです、おっと、ちょうどいい名シーンになれるか、これは、あ、ここのコーナーが非常にタイトなんで、連続するんで、さあでも接近してきてますね、はい、射程圏内、マサさん接近中ですよ、分かりませんよこれ、さあ残りわずかで、赤コーナー入ります、さあ来た、まだあるよ、さあ残り 1.5、 1キロ、さあ残りどうする、さあ、お、これは井上くんが笑って、いやいやいや、ね、いやいや、はいはいはい、大丈夫です、はい、圧勝ですよ、もうね、勝ったのが、井上くんです、井上くんです、もう名前がもう、そして、アイントさんと、ジェイさん、はい、これも身内なんじゃないですか、多分、あ、そうなんですかね、身内系で、手稲系ですよ、これ、手稲系の身内系ですか、手稲系の身内系です、多分、いや、ほんと手稲、湾岸多いな、いや、手稲の人、ほらあ、でもあれですからね、あのね、クワトロさん聞いたらみんな素直にあげますけど、あの自分聞いても、はい、みたいな感じになっちゃいますからね、いやいやいや、そんなことないですよ、そんなことないです、じゃあここもまた見ものですか、これは、はい、ということはこれ店舗予選は2人ですけど、はい、エリアって4人体制なんですかね、エリア4人です、阪神、あで2人勝ち上がりで、そのゲーム性が違う戦いってどうなんですかね、何を前田君が考えてるか私はよく分かりませんけども、最初から4人で結局 C1 にすればいい話なんですけどね、はい、全部、はい、さあスタートしました、はい、あ、また珍しい車種ですね、はい、J さんはこれ何ですかね、これあ、フーガ初登場、日産フーガ、日産フーガ、
あでかいっすね。これもね、使ってる人いない。7足ですね。7足なんだね。はあ、俺も知らなかったよ。いや今 7MT って書いてある。何これと思って。7足すごいね。やばやばいっすね。でかいし、やばいわ。え、ということは実写だったら1がちゃんとあるってことですよね。え、実写だったら1あるんですよね。あ、ですね。あ、2足から始まってるから、はい、じゃあ実質6足とあまり変わんないかもしれないですね。はいはいはい、はい、1がない分、まあちょっと分かんないですけどね、設定が。おっとおっと、なんか、いや、ブレーキランプ点滅系のなんかね、ドリカムじゃないんだよみたいなね。誤解つけます。何が愛してんだよみたいな。ちょっと湾岸ですからね、やめてくださいよ本当。まあ、普通にやりますけどね。ねえ、はい、いや、ひょっとしたらあのね、対戦中にそういうサインを出したかもしれないですから、わ、はいはい、からないですよ、はい、この二人で、ね、そうそうそう、愛してるのサイン。ちょっと危ない系な、ちょっとそっち系になっちゃうんですよね。それはちょっとやばいかもしれないですけど、まあ、最近流行ってますからね、そういうの。流行ってんですか。流行ってないですよ。いや、いろんなゲーム界隈でやっぱり何かがあれば、ホモみたいなのが流行ってるんで。なるほど。おっとおっとっと、やっぱでかいから、入り組んでこう、はい、行っちゃいましたね。なんだかんだこう二人でランデブーしちゃうというねえ、いいじゃないですか、こういう対戦身内系ですから。はいはいはい。まあ、勝った方が正義ですからね、これは。そうなんですよね。おっとおっと、いや、いいじゃないですか、これねえ。おー、これ抜きつ抜かれつ返す一番じゃないですか、これ多分。いや、もう結構いいですね、これ。あのね、動画撮ってたら私、この動画頂戴したかったんですけど。あ、撮ってます、撮ってます。あ、撮ってます。はい。あら、いいじゃないですか、これかなり。これちょっとあの大会の始まりからずっと、あ、ずっと撮ってるんですか。はい。あららら。じゃあエリアダッシュのアカウントでちょっと違うの違うの長いもんだって、これ大変よ、編集すんの。かなり、てか、じゃあそんなこんなでアイントさんがコピーするのも大変なんですよ。あ、ですよね、容量でかいで。さあ、アイントさん、さあ、おーおーおー、来た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 、おお、いいねいいね、いや、こういうの大事ですよ。これですか、やっぱり。ちょっとみんな大人し系なんですよね、対戦やっぱり。はいはいはい、さあ、残り4キロに差し掛かる。まだ分かりませんよ、でも。そうです、差がまだ50メーター以内なんで、全然あります、まだ。コーナー入るんで。さあ、選んだ5号席下り。さあ、こっからですね。まあ、アイントさん次第だと思うんですよね。ペナルかペナルかによってブーストのかかり変わるんで、はいはいはい、いや、行っちゃいますよ、これ。綺麗な走り出ちゃうんじゃないですかね。さあ、残り2キロ。でもやっぱ前に出るとちょっと緊張しますよね、多分。あ、ブーストかかってますね。さあ、次あんのかな、コーナー。これが、さあ、残り切った、はあ、回ってますね。あー、まあでもチャンスありますよ、後ろも。まだ分かんない、これ。見えている。さあ、さあ、これは、おー、これはすごい、これは、おっと、あー、惜しかったですね。かなり惜しかったですね、今の。やっぱ最後まで諦めないっていうの大事だと思いますよ、やっぱり。そうですね。あそこで逆転できたかもしれないから必死の守りが、なんか非常に面白い。今勝ったのがアイントさん、はい、そして、次がマイク A さんと K さん。あ、ここでマイクさん登場。